はるくん、恥ずかしくないでしょ。今度こそプレステのコントローラーを買ってきてほしいんだけど、買ってこれるかな。じゃあね、なけなしのこのお金で買ってきてください。いい？いや、プレステのコントローラーだよ。間違えないでね。プレステ4のコントローラーだからね。何そのでっかいの。プレステのコントローラー買ってきてくれた。それがプレステのコントローラー。めっちゃでっかくない。それ何。今度こそ間違いない。プレステのコントローラー捨てて帰ってるよ、捨てて帰ってるよじゃあ帰ってフォートナイトしましょう。置いて帰ってるよ、置いて帰ってるよ。コントローラー、コントローラー置いて帰ってるよ。はるくおかえり。はい。プレステ4のコントローラーあった？ビルドドライバーぐるぐる回してる場合じゃないよ。じゃあはるくん変身。じゃあプレステ4のコントローラーね、今日こそ出してください。ぐうゆうゆうよ。いや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 、はるくん、それはどう考えてもコントローラーじゃないでしょ。ねえ、何？クローズビルド缶買ってきたんだ、はるくん。それもめちゃめちゃ高。こんなに高いんだ。でも残念なことにコントローラーじゃないよね、はるくん。これコントローラーじゃないよね。それにもうすでにスタンバイしてるしね、ベルトつけて。はるくん、とりあえずね、ビルド缶は後で開けようね。それよりプレステ4のコントローラー出して。なにそれ、すっごいでっかいの買ってきたんだね。すごっ。重たすぎて持てないんだけど。こんなでっかいプレステのコントローラーあったんだ。いやそれは違います、コントローラーじゃありません。やっぱりね、フォートナイトもナルトとコラボするから、これくらいのねコントローラーはいるんだね。すごいでっかいね、これ。こんな感じなの。すげえ、このコントローラー、ガチすご。見て見て、ほら、こんなでっかいボタンのコントローラーある。ちょっとこれ操作しにくいんじゃない、でかすぎて。このコントローラーでね、どうやって編集するの。はるくん、これじゃあフォートナイト操作しにくくない。なんか指がね、全然たわないよ。ボタン押しにくいもん。ほら、ソフトもついてた、フォートナイトと全く関係ないやつ。そしてこれ何？肩のコリをほぐすやつ？これもしかして。そしてこれは何？お坊さんが木魚を叩くやつだ。すごいね、最近のコントローラー。組み立て式なんだ。はるくん、やっとコントローラー組み立てたよ。すごいね、最近のフォートナイト用のコントローラー。最近バチを使うんだね。だからみんな早いんだ、動きが。こうやってこうやってコントロールしてるんだね。てぇ、ハルくん、これってドラムじゃん。コントローラーだけどドラムコントローラーだよ。フォートナイトできないよ、これじゃ。じゃあどうってから、これ史上最大の間違いでしょ、今回。道理ででっかいと思ったよ。こんな重たいコントローラー持てないもん間違えた、はるくん。次こそは間違えないでねいやー、はるくん、今回のでっかいコントローラーはさすがに邪魔になるねでかすぎだよ、はるくん。もっとちっちゃいコントローラー買ってきてね。じゃあね、はるくんが買ってきたデラックスクローズビルド缶開けてみましょう。じゃあ、かっこいい。はるくんが買ってきたデラックスクローズビルド缶、箱から出しました。こんな感じです。
じゃあね、ちょっと遊んでみましょう。まずはここの背面部分をね、カチャッと上に上げて、タグをね、引くと、こんな感じでね、音声が鳴ります。そしてさらにセリフ遊びができるみたいで、ちょっとやってみましょう。そしてここのね、ボタンを押すと、最後の実験を始めようか。すごいでしょ、最高でしょ、天才でしょ。最悪だ、今日という日を俺はきっと後悔する。なんで助けた？俺はお前を信じた、ただそれだけのことだ。くしゃっとなるんだよ。誰かの力になれたら心の底から嬉しくなってくしゃっとなるんだよ、俺の顔。おい筋肉バカ、誰が筋肉バカだよ。目覚ませよ。前に聞いたよな、自分の記憶と人助けのビルド、どっちが大事か。ビルドって答えたお前に生まれて初めて嫉妬したよ。こいつには勝てねえって。今のお前はどうなんだよ。自分の記憶とビルド、どっちが大事なんだよ。決まってんだろ、ビルドだよ。上等だ。こんな感じで順番にね、セリフが鳴っていくみたいです。じゃあ次はね、特殊変身遊びをねやってみましょう。いきます。そしてベルトにスキッと、省いちゃったんだけど、こんな感じでむちゃめちゃセリフがあります。これ聞くとね、めっちゃ長くなっちゃうんで、今回はね聞きませんでした。さすが。おい、ゆい。結局プレステ4のコントローラーって買ってこなかったの？よよよ。ダメだこりゃ。